皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭です。本日、2023年10月の27日、14時39分、続けて通報です。これどういうことなんでしょうね。大臣、副大臣、政務官の紹介、厚生労働省ということになってるんですけども、この男性、お笑い芸人のキリンっていうコンビがいたと思うんですけども、その、一人、ちょっともう名前忘れましたけども、この男、エロビデオに出てましたよ。私が二十歳過ぎの頃、フルーツラーパークで勤務してた時に、一緒に働いていた、同僚の者に、これちょっと見てくれへんかっていうことで、まあ、連れて行かれて、で、まあ、買って購入して、で、見て、で、出てたんですよね。なぜ政府の人間になってんです。エロビデオに出てた人間ですよ。やっぱ自民党だからこうなるんですか。これ、誰でしたっけ、も三原淳子、誰か、女性議員で、ヌード写真集を出した人間が選ばれてるんでしょう。誰なんです。その投票してる連中全部エロ業界の人間でしょう。なぜ摘発しないんです、本当に。で、これね、今、武見っていう人は厚生労働大臣でしょ。で、この人医者じゃないですか。元々の経歴見たら。でも、厚生労働大臣はもう、というよりも各大臣絶対医者がなっちゃダメですよ。無理だから。本当に。もう偉いもんやめましょう。まあもちろんこれは僕が言ったところで最後決めるのは総理とかの判断になるんですけども、任命権持ってるのは。ですので、もうだから医療業界とかエロ業界と組んでいて、その、アダルトビデオとかいろいろ検証したことあるんですよ、本当に。ちゃんと。制服見ただけでもうなんとなく、この人たちもともと普通に働いていた人の制服なんでしょっていうことはわかるから、なんとなく。医者でしょ？だ無理ですって、もう医者が議員になること自体無理ですって、もうそこは出てきたらもうむちゃくちゃだから、本当に。僕は性被害を被った件も知ってるでしょ？神戸大学附属病院で。で、自民党でなぜ医者が厚生労働大臣になってるのって、厚生しなきゃならないからっていうこと。それともひどい挑発行為？だから、ちゃんと、労働基準局の監督官とかで、違法なね、形で、働かされていて、で、まあ、法律よくわからなくてもいいと思いますよ。もう大体二十歳過ぎの頃なんかみんなそうだから。いろんなこと聞いたり、六法全書見ただけで、いろんな法律あるから、こういうことなのかっていうふうに思っちゃうから、だから最低賃金法を下回る内容だとか、供託金とか、個人から取られたりとか。個人としての働きなのにね。それはもう違法行為だから。で、そういうのをね、しっかりと取り締まってきた労働基準局の監督官とかの人とかが厚生労働大臣になればいいんですよ。そうすればその人たちを取り締まってくれるんですから。本当に警察官の方たち何されてます？本当はたくさん存在するっていうことを知ってるんですよ。エロ業界と組んでた人たち。なぜかって、通報行った時に、すぐに潰さへんかったから。何回も。何回言いに行っても。もう絶対来んの。で、裁判官によって答えが違うのであって、判例ですでに性加害者グループになってるんです。暴力団としてね、エロ業界が。認定されてるんですよ。エロ業界潰しに行かないよ、警察官が。っていう話なんですよ。だからこの辺りむちゃくちゃになったっていうことなんですよ。ね。岡場から田王寺駅という一つの駅の区間で内科と歯医者が10件以上開業。これは本当、春山整骨院っていうハリキューマッサージ屋に何か介護関係で無理やりくっつけてきて、もともと病院とかたくさんあるから、訪問介護はありの中町というたった一つの小さな町ですよ。小さな町名。5カ所ぐらいあるんですよ。北新西和田入れたら6カ所、もうちょっと先の駅のところとか入れたらもっと増える。以上、この辺り絶対。こんな山の中でね、
だからもう淡井圭介に全部バラされたら困る警察官たちがちょっとしたことでずっと精神病院に入院させようとして、この辺にいた連中とかで黙らそうとしてた。で大家だったら国会議員無理やって、もう全部公表しろよ全てを。で自分から身引けよ。ヌード写真集出したやつらテレビ出るのも議員になるのも無理やって、性被害者の方の発言の方が上だって言ってるやろ。僕以外にもいっぱいいるよ。もう僕も泣いてしまいそうだ、本当に。心どれだけ頑張っても報われないから。まあ、あとこれは皇室の方たちへのメッセージですけども、まあ、何回も聞いてると思いますけどね、これは現実です本当に。で、一応言っときますけども、このままついてきてくださいっていうあのコンピューターに言わせる方法じゃ僕絶対ついていきませんから。それでうかうかと電車の改札口なんか取ったらどうなるかわからないから、本当にあなたたちもどうなるかわからないでしょ。本当にこのコンピューターがどういうふうに自動で作動するのかわからないから。本当に一回何回か僕改札口通ったような記憶があったような気がするんですよ。だそれしてしまうとどうなるかわからないから、本当はそれで僕からしたら正直その方法は何か罠に引っ掛けようとしてるんじゃないかなっては警戒しますね、本音で。常識があったらそんなことしない。エネルギーの残存量問題とかあるから、上の方はしっかりとエネルギーを消費しないように自分たちが頑張ってる姿勢を見せなきゃならない。もうむちゃくちゃですわ本当に。多くの警察官で、まとも側の警察官たちもたくさん頑張ってくれてると思うんですけども、これ本当にもうこの方向でずっと言い続けていなかったら、これすぐに勢力なんかひっくり返されてるような気がするんですよ。これもう日本中の警察官の方に呼びかけてるんですけども、あの息子さんとか娘さん、あのいらっしゃる方たちとか、男が本当に恐られることあるから。それも 僕の件なんか外から何回もいろんな連中が挑発行為かけてきて、別々のグループなのかどうかも分からない。で、外に追い出されて、もう有馬警察署のすぐ横だったから、オートバックスのところから、おお、出てきた、出てきたっていう声が聞こえたから、向こうの方行ったら、脱走してる男がいて、男が一人で脱走してたんですよ。で、もうそんなところでしょんべんせんと、すぐそこにコンビニあるからっていうことを言うたんですよ、田尾寺駅の近くに、セブンイレブンがあるからって。しぶきや、飛んできたから。で、足にかかってるんです、こっち。で、コンテナのところから男3人現れて、そのうち1人は、港川中学校の北条っていうやつ、後からは思い出しました。で、そいつはフルーツラーパークで勤務していた2007年ぐらいの頃かな、一回バーベキューコーナーで勤務している時に声かけてきました。だ計画的その頃からの犯行で、殴ってきたやつが、2名、男2名で、まあ、合計4名いたんですけども、2人が頭役で、2人が殴り役で、前後挟み撃ちにされて警察署に行って話しようって言っていて、向こうは承諾したんですよ。それで、ああそこまで変じゃなかったかと思って油断して歩いていたら、急に前立ち止まってぶつかって、でそれを同時に、前後から殴りかかってきたんです。で両顎を殴られて神戸大学附属病院に搬送されて強制わいせつされてるんですけど、そいつも昔、淡井圭介に絡んできた連中であって、そいつは、美容院でも現れましたね。一回 そいつに髪の毛で染めさせられたことありますから。大瀬まりなっていう名前が本名らしいんですけども、両顎を割られてるからオペはよく翌朝かなから昼間にかけてで、歯と歯茎の間切開して両方ともで、割れてるその骨を、プレートとかで接合して、だからプレート説とか言い始めたのも
あの地震のあれも一斉崩落であって、だから暴力団特有のプレート説によっての脅しかもしれない、本当にこれで。その僕を殴ってきた人間がその後有馬警察署の、生活安全課を担当していた警察官に顔と声がそっくりなんですよ。髪の毛染めてるか染めてないかと、あとその男は何回も送迎行為してきましたから。僕は神戸市兵庫区、東山小学校に通ってたんですけども、阪神淡路大震災前、阪神淡路大震災は高校2年生の頃です、1995年で。その時にもあの東山小学校にそいつ現れてるんですよ。もしかしたら学年が違うだけで同じ小学校の人間だったのかもしれない。もう話めちゃくちゃ本当に。だから本当は絶対裏切らない警察官とかと一緒にその新幹線のチケットが取れた時にね、本当は警察官と一緒に皇居行った方がいいのかもしれない。昔もその話になったって有馬警察署の人たちも一部の人たち言ってくれてたんですよ。こいつの人たちに会いに行くときにね、まあちょっと話だいぶそれましたけども、 あんまりもう長くなってもあれなので、まあこの動画を初めて見る方は、しっかりと、説明欄なども、見てください。想像以上に開き直ってますよ、テレビ出てる連中は。まあ、ただ一応神戸市中央区は裁判所あるから、法律に強い人たちがアダルトビデオコーナーとかを保有してるツタヤとか、ああいうふうなところ、そういうふうなコーナー出さないようにしっかりと裁判してるみたいですけども、置いてないところを見たらちょっと一安心はするんですよ。だけどもツタヤっていう性質、レンタルビデオの性質はすぐにアダルトコーナーを作りたがるところなんですよ。だから多分エロ業界の人間は混ざり込んでるんだと思うんですよ。でそれを正当化しようとしてる昔から、それを徹底的に潰さなきゃならない。でそれを規約したのが、神戸市の、地方裁判所の、上田裁判官と、あと大阪の高等裁判所も、書類もそのまま貼り付けてますから、もうその者たちは信用できない、逃げたから自分たちの仕事と向き合わないで。だからもうその人たちにボーナスとか退職金出しちゃダメ、この重要性分かってないから。書いてる調停で出した内容も、一緒に見るように文章書き込んでる。そこに証拠の内容とかいっぱいある、春山整骨院の件に関して。で、アダルトビデオコーナーとかはこんなもん証言でも何度でもなる、法律でそうなってるんだから、証言が通るんだから裁判所で。もう多分その手の裁判官も本当に疑ってかかった方がいい、エロ業界で組んでなかったかどうか。で正直高年齢層の裁判官は信用できない。1956年に売春防止法が出来上がった以上、10年間ぐらい裁判官もそういう世界が当たり前だったっていうことを、金で男を買ったり女を買ったりするのが当たり前だったっていうことを認めていた人たちがずっと上で残ってるんですよ。絶対その社会無理ですよ。ちょ、ほんとこれどうなってるの、ほんとこれ、ほんとにこいつ政府にいるの？もう一度言うよ、僕大臣と同格、岸田さんのちゃんと言ってくれてる、現職の今までの総理とかも言ってくれてる、もういいからこいつ絶対公務員として嫌だったらダメよ、エロビデオに出とったから。でお笑い芸人としてテレビにずっと出とったでしょ、無理だって社会人なんか絶対。これ大臣副大臣政務官の紹介、厚生労働省って書いてるんですよ。これで白状を認めたとか、それで電波からの世界から逃げようとしてる、無理だって、無理に決まってるじゃないそんなもの。
もういっぱいおる、テレビ出た連中で。で、我が天下とか我が天下戦国風で、そういう連中に限って絡んできたり、変な名前つけてる自分から。もうそいつら完全に暴力団側の人間。でも多分、じじいとかババアとか。まだ一応数は少なくなった方が、いろいろかな。だからドラマとかで、ヌード写真集とか出した人間は、絶対テレビ出したらダメよ。ダメって言ってるよ。テレビ朝日喧嘩売ってんの？菅野美穂はテレビ出てたよ。本当は菅野美穂なんじゃないの？ね、性被害者がいるから無理だよって言ってるじゃん。エロ打って金に変えてるやつ。実際行為にまで至ったら無理だって、そこまでしたら。もう何でもあるよ、人間は多すぎる、本当に。だからテレビ局一回合併した方がいい。で、あと、もうこれはテレビ局の人間、各役員全員聞いとかなきゃならないんですけども、アニメ番組増やしすぎ。まあ漫画の本でね、最近、テレビばっかり見るのもあれだから、無理だから、目が、弱るから、早々のフリーレンっていう、漫画レンタルで9冊ほど借りてみたんですけど、内容は何にもない、無理、あんなもの海外になんか売られへん、無理だから、あんな内容消費者の方は見てられないから、何にも話進まへん、ただ冒険してる、ストーリー性が全然ない、絶対無理、真面目に漫画書く気ない、9巻10巻もその辺まで来てストーリー展開とかがしっかりと読者の皆さんが、こう、興味を持つような内容。良い意味ですよ。変な、卑猥なのいらないから。そういうの書いたらもう、そいつらもう、仕事させへんから、本当に。ベルセルクの作者もそうなったやろ？勉強しろよ、お前ら。もう、わからん、もう、春山整骨院の件で、すぐに、有馬警察署の連中が、精神病院に入院させようとしていたのは、その生活安全課の警察官に、淡井圭介を殴って、両は終わった人間を、その後警察官として採用している可能性がある。それを認めてきた連中は、国会議員とか、地方、知事、もしくは、県議会、市議会の中で何人いたんだっていう話になる。もうそいつは全員、三振等以内の請求で差し押さえ。もちろん車も、絶対絡んでくる、車乗って。もう数が多すぎ、本当に1年間で3万人、3万件以上絡まれてるから。多分5万件ぐらいだと思う。な、1日平均が100で、多い時に200ぐらいだったから。無理も持たへん、本当に。家で一人で泣いてる時いっぱいあったから。で、そいつら絡んでくるときって、一人で絡んでくる連中、まずいない。携帯電話かけて誰かと繋がって気が大きくなって喋りかけてくるか、二人以上でいるとき、数の暴力が、だから我が天下とか我が天国戦国風の、プレイヤーの人たちへ、向けてのメッセージだけども、数で物言わせて、力で奪い取るのが平気な人間になっちゃダメよっていうこと。少々以上とか収穫以上の人間ってだいぶ金使ってるんだから。っていうことは、ある程度の社会経験あるんでしょ？社会経験あるのにそんなことしちゃダメじゃない？もうこれ、我が天下とか我が天下戦国風の最初の構想の頃から中国の方にも言ってあるから。もう両方のこのゲームに出てきた連中で、どいつがどういうやつか、もう行動を見ただけでわかるから。で、名前書いても同じやん。ID 番号は振られると。バレないって思ってる人間に限ってバレてるから。本当に。何もかもが。以上です。まともがの皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
こういうふうに丁寧な姿で頭下げたからといって勘違いしてる若い連中も年寄りの連中もいたら絶対うるさいから、人の人生めちゃくちゃにしやがって、本当にもう真面目にそういう不良グループの連中が組織だって計画立てたやろ。何人おんねんそいつら、とってほしいわ。もうこんな話していて15人、これがもう毎日の井圭介の生活。もう世界中の政府上層部がそういう状況を知ってるから、だから味方してくれてる。だから海外に逃げても無駄、もう大変なことになるよ。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。